ベビドラ人形プレゼントキャンペーンやってます。詳しくは概要欄にて。はい、お疲れ様です。ゆうた14です。今回はね、久しぶりにターンホール10の方でライトニングを使ったドラゴン編成を見ていこうと思います。はい。まあ、この編成をやっていくのは自分のチャンネルでは2回目になってまして、前回を見てない方はぜひ見てみてください。まあ、タイトルからわかる通り、現環境最強編成という風にね、ターンホール10で押してるわけなんですが、あんまりね、簡単に自分本当は最強最強って言いたくなくて、なんか古代広告みたいで、なんか軽々しいし、なんかタイトルで釣ってるとかさ、タイトル釣り、サムネ釣りみたいな感じにもう受け取られかねないし、なんかこの編成に関してはもう最強と呼ばざるを得ないなというようなぐらいの強さ、安定感を誇っているので、もうこの編成はちょっとさすがに本当に強い最強編成です。はい。と紹介せざるを得ない。そんな戦術になっております。はい。それでは早速やっていきましょう。はい。それでは早速やっていきましょう。1本目からもうライトニング4発のやつですね。ライトニング2発ずつ分けて打つことで対空砲を2本を処理していって、もう1本をクイーンで追っていくのがテンプレのパターンです。そうすると残った対空砲が1本になるので、そこに対してドラゴンラッシュをやっていくと、まあ、これがテンプレのアタックですね。で、今回の場合は穴開け、クイーンだけで穴開けをして対空砲を取っていきました。で、初見のアタックなので綺麗に4つ稼働をしっかりチェックした後に12時と9時のところだけ角テスラがあるのを確認して処理を行っております。はい。で、今回十字側の対空砲を残して右側の対空砲2本をライトニングで追っていきます。クイーンとね、キングでサイドカットをしていったおかげでドラゴンがそれずに進んでくれると。で、おそらくこれはマルチ IT をめがけたボマーの仕様になっていたと思うんですが、テスラだったりでちょっとそれていきます。で、初手ですね。ここエアスイーパーがかかる位置だったので、フリーズを基本的にはヘイストを持ってってボマーの中身のバルーンにかけていく形が一般的なんですが、エアスイーパーの逆光でドラゴンを開始するということもあって、ここはフリーズの判断になりましたね。フリーズを止めてレイジで一気にエアスイーパーを止めてる間に突破していくと、はい。で、ソラスケルトンに関してはね、ドラゴンが一瞬で処理してくれるので本当に気にならないし、うん、スケルトンによって崩すプランが崩されるなんてことはほとんどないのがこの編成の強みです。はい。今回もね、またソラスケ2だったり3の配置がかなり多かったんですけど、まあ、ドラゴン相手にはほとんどスケルトンは被害被らないので全然影響なく全開が取れてしまいますね。はい。はい、この編成なんてね、すごくテンプレ的なアタックになってるかなと思います。まずはね、クイーンで外周部にある対空砲を1本を処理してあげて、ドラゴンの反対サイドに対するライト、対空砲を2本をライトニングでそれぞれ追ってあげると。そうするとね、残った1本の対空砲が、少しね、ドラゴンでは最初にアクセスしづらい、少し対空砲の前に施設がある場合、ラバを積んであげることで対空砲のケアをしつつ、援軍だったりね、クイーンを一緒に処理できるような面で取ってあげるのがいい形ですね。今回もクイーンとキングでサイドカットをしてあげて、ここからね、ラバを出していくんですよ。これがすごくいいところでね。はい。で、最初の対空砲に撃たれ続けることになってしまうんですが、そこをね、ラバでタゲ取ってあげつつ、ここで援軍とクイーンのタゲもしっかりラバが取ってくれて、これがドラゴンに対してヒールだったりフリーズだったりを積めない編成になってるので、このラバの働きがかなり大事になってきます。で、エアスイーパーもね、完全にライトニングで折っていることで無視するようなルートを作ることができてます。はい。で、残った防衛施設に対してボマーを刺してあげて、中からね、出てくるバルーンに対してヘイストかけてあげるだけで全開になっていくと。これがね、初見からでもあんまりテスラに左右されないっていうのが強みで、なんかプラン崩れるのって、狙ってた対何々が壊れなかったっていうのが初見で崩れるパターンだと思うんですけど、ライトニングってマス目ずらさない限りまず折れるんですよ、ライトニング2発打つ時点で。なんで、まあなんか、まあライトニングがで対空砲が確実に折れるわけなんで、プランが崩れるってことはまずないんですよね。テスラがどこに貼れようが絶対に対空砲は折れるので、まあ、プランの大崩れがないっていうのがすごく強みですね。
まあ安定感があるっていうのはそこら辺なのかなと思います。まあ、なので特に初見からすごく狙われてる戦術かなと思います。はい。で今回もまた今あのところ全部初見のアタックになってますね。でこのまた外周部にある対空砲をクイーンだけで乗ってら狙っていって、逆サイドをキングでサイドカットして、で残ったアクセスしづらい対空砲2本をライトニングで折ってあげると、そうすると残った1本の対空砲から最初にドラゴンを展開してあげると、今回はねすぐ対空砲が折れるような位置にあるのでラバーは積まずにバルーンを縦にして、バルーンでね対空砲のタゲを取ってあげてドラゴンで全部か、突破していっております。で援軍とクイーンが同じように前回の動画でも言ったんですが、ポイズン1枚でね援軍とクイーンが両方重なるような配置に対してはかなり刺さります。でエアスイーパーちょっと下側向いてたので、これに関しては2時のマルチ IT からボマンをスタートしてあげてもよかったのかなという気はするんですが、まあそれでもねマルチ IT 対空砲がねもうすでに折れてるんで、ドラゴンを倒せるだけの防衛施設っていうのはほとんどないので、もうクロスボはまあ厄介な施設になるかな、そうなると。まあなんですがこうやってボマンがケアできちゃうのと、マルチ IT だけじゃドラゴン倒せないんですよ。こうやって見ててもわかると思うんですが、あんなに被弾受けてたドラゴンが結局ね突破できちゃってるんですよ。流れ流れてドラゴン1体だけでもう最終的にマルチ IT 折っているので、マルチ IT だけの火力じゃ絶対に倒せないのでほとんど、まあそうなると全開になってしまうという、これがね最強編成たるゆえんかなと思います。でこちらはね秘書剣のアタックになっているので、わりかしルート整備を整えることをメインにね綺麗にルートを作っていったようなアタックになってます。その分ドラゴンが7体と少ないんですよね。まあベビドラ3体だったりボーラーを2体連れてったりと、まあドラゴンのルートを作るようなことに重きを置いたドラゴンラッシュになっておりますね。で今回はクイーンとキングを同じサイドから使っていくんですが、その分ね逆サイドをボーラーでここタウンホール越しにサイドカットをしていることでサイドカットをなしております。で多分クローク忘れましたね今。でベビーを3体持ってきているので、ベビーでいろいろ途中刺してったりという小技も光るようなね、秘書剣なのでテスラが分かっているので、まあその辺ある程度出す場所は決まってくるかなと思います。はい。ここもね対空砲少しドラゴンだけでは最初ラバーを投げないとターゲットを食らい続けてしまうので、ラバーでターゲットを取ってあげて援軍とクイーン重なるような位置でポイズンとレイジで一気に突破していくと。でこちらはねエアスイーパー吹いてる方から突破していくんですが、マルチ IT だったりクロスボウだったり重要な施設が9時から12時面にあるので、エアスイーパーに吹かれてる間にドラゴンが被弾しなかったんですよ。そこがねエアスイーパーに吹かれててもいけるなという判断に至った理由かなと思います。エアスイーパーに吹かれながらマルチ IT だったりクロスボウを受け続けるのはさすがに被弾が多くてねきつくなるかなというような感じではあるんですが、今回の場合はエアスイーパーに吹かれてる間にターゲットを受ける防衛施設がアーチャータワー1機くらいだったんですよね。まあその辺のターゲットを見越してエアスイーパーに吹かれてでもいけるなという判断に至ったのかなと思います。はい。で今度はドラゴン10体というね、先ほどの7体から打って変わってかなり多めの編成になりましたね。まあ、これは初見のアタックなので、まあある程度、まあ、テスラとかは意識せずにって感じですかね。でこれおそらくねクイーンがね3時側の対空砲を狙ってたと思うんですけど、添えてしまって折れないんですよね。まあそれでもいけちゃうと、キングをね同じ方のサイドカットに使ってったので、逆サイドはドラゴンとバルーンを使って多めにサイドカットを見ていますね。で残った対空砲は今度ねドラゴンじゃない方に残していくのが面白いところですね。で残ってしまった3時に対してはフォローでドラゴンをいきなり刺していくんですが、ライトニングで折ってったのがクイーン、ドラゴンパートから離れた方ではなくてちょっと近めの部分を折っていって、あえてね12時側の対空砲は残すような形にしております。でそこはどうするのかというと、ボマ王でケアをしていくわけですね。まあ、こういう形も全然ありですよね。まあ何もねドラゴンのスタート位置から始めなきゃいけないっていうルールはないので、で残してった対空砲に対してボマを刺してったというような形ですね。
まああくまでテンプレが1本目の対空砲に対してドラゴンとラバで突破していくっていう形がね最初に多く見られた形だったんですが、まあ、今回みたいにね対空砲の位置関係をしっかり見抜いて、まあ、最終地点に持ててボマーでケアするっていう形も全然ありかなと思います。まあなので考え出したらすごく幅の広い戦術にもなるかなと思います。まあ、前回の動画でも言ったんですが、前回のアップデートでねドラゴンの HP が上がったのはタウンホール12だけじゃなくてタウンホール10でもね HP が100ほど上がってるので、まあその辺見越して、まあ、かなりドラゴンの使用率が上がってますね。でラストの動画になるんですが、今回ねライトニング2発だけでなってます。つまりオルのは1本だけですね。まあその代わりクイーンとキングで対空砲がねヒーローパートで2本折れるんですよ。まあその辺がうまかったですね。キングとクイーンで通路を歩かせることで対空砲2本を折っていくと。まあなのでね昔のラバルよりも明らかに簡単なので、まあ、簡単に対空砲が2本折れてしまうようなルートだとラバルだとちょっと回しづらいかなという残り方なんですが、今だとねライトニングで対空砲ってのドラゴンという形があるので、まあすごく防衛側からすると難しくなってきてますね。でここ対空砲2層目にあってしばらくドラゴンが被弾を受けてしまう、クイーンからの被弾も受けてしまうというような形なのでラバの選択という形ですね。で今回はライトニングが2発だけなのでまだねレイジが2発詰めたりヒールが詰めたりできてるんですよ。で今回もフリーズとヘイスト両方詰めると、まあ、配置によってはライトニング1発のみで乗り切ってこういう形を取るのもすごくありですよね。でヒールはね使うタイミングがたくさんあったんですけど使わなかったんですよ。でまあそんなこんなでヒールとフリーズ呪文3枠残しですね。で最後に使っていくと、はい、はい、というわけでいかがだったでしょうか。もうさすがにこの編成を最強編成と言わずに何というかというようなね、もう幅が広すぎるし簡単だし安定感あるしかなり今流行り出してるんですよね全国的に。いろんなクランがいろいろ使い始めてる戦術でもあるので、まあこれを機にねマスターしていい練習するべき戦術かなと思います。特に初見組の方はこの戦術できたらもう圧倒的に楽だし幅が広がるかなと思います。取れないなっていう自分の得意戦術じゃ取れなそうだなと思った時にまず第一にこの戦術考えてみるとぶっ刺さる可能性があるので、まあぜひ試してみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。